骨とは柔軟性に欠ける構造だ。涙に特定の機能はないようだ。高温で組織が変性してしまうとは。ほう、これはまた上等な標本だ。興味深い苦痛反応だ。サンプルの提供感謝する。取り外せる臓器がないだと。お前の痛みを認識した。この種の外皮は交換不能か。実に脆い種だな。特定の個体、母親を求めているようだ。進化をやめてしまったのか。無駄な外皮が備わっているな。反発性の高そうな生物だ。どんな秘密を隠し持っているのだ。より詳細な情報が必要だ。組成分析を始めよう。詳しく見てみるとするか。過当な関節構造だな。切断されると再生は不可能か。もがき苦しむのは普遍的な反応だ。様々な香りを秘めている種だ。目と触手の連携が重要だな。被検体が高密度に存在。素晴らしい。内骨格の生物か。実に奇妙だ。他に何を知ることができよう。興味深い進化だ。素晴らしい。血液と筋肉からなる奇妙な生物だ。この世界は学ぶことが多いな。人とは単純で醜悪だが、特異な生物だ。これは想定外だ。ボイドの暗闇が懐かしい。私の存在は彼らに不安を与えるようだ。ここの光は目に染みる。生物の悲鳴は解剖中に増大する。生物の発火する温度は一定ではない。性別は悲鳴の音程によって容易に識別可能だ。予備実験の生存者は今のところゼロだ。情報に溢れる世界だ。単純なパターンだ。おお、ボイドよ。暗闇が恋しい。お前の生存確率はゼロ以下だ。この生体反応、体内温度、お前はすでに死んでいるみたいだぞ。